あなたが社長？よろしく。いくらもらえるかわからないけど、お給料はちゃんと計算してよね。隊長？私が？役職手当はいくらもらえるの？わかった。隊長が先輩じゃないのなら構わない。私の力が必要なら言って。ちなみに危険手当はちゃんともらうから。実力？まあ信頼できないなら見せてあげるよ。何？新入りだからって無視する気？今日は暇みたいだし定時で帰ってもいいでしょ。新入りに支部長を引き受けろって？冗談でしょ。今日も夜勤か。ちゃんとできたかはわからないけど一応終わったから。みんな私の邪魔をするのだけはやめて。契約通り処理したよ。月末のボーナス期待してるからね。今回は言及されても言い訳できないね。任せて社長。私が？チビ小隊長は何してるの？これが福利厚生ってやつか。三流企業にしては悪くないね。一応言われた通りにやったけど、まさかお金を要求されたりしないよね。心配しないで。もらった分はちゃんと働くから。意外と社員を気遣うタイプなんだね。見直した。こんなところに呼ぶなんて一体何の用？本当にいいの？もう取り消すのはなしだからね。まあ悪くない。よくもないけど。どうせ期待してなかったし。お給料の未払いだけはやめてね。